できればね、こう絵を描いて生活したいなっていうのが、ちょっとね、ある。えのびさん、あ、おはようございます。撮影大丈夫ですか？あ、大丈夫です。すみません。私は昔からの友人なんです。あ、そうなんですね。はい。もしよかったらちょっと撮影させていただいてもいいですか？いいですか？あ、どういったごお知り合いな？私も路上だったんです。初めてここに来て、はい。初めてもういろいろ。教えてもらってさ。あ、そうなんですね。下手すると俺ここで首つってたかもしれない。あ、その時は。はい。東京バプテスト教会って言って、代官山にある教会の、私会員なんですよ。ここで聖書の周りがあるものの炊き出しなんかを手伝ったりとか。で今は路上生活からもう普通に。もう普通にアパートで生活を。そうなんですね。今から。前からあ、もうそんなに行っちゃう。多分数少ない友人の人が。あ、そうなんですね。すいません、ちょっとご友人の方とお過ごしの時に彼の絵も預かってる。あ、何十冊。俺が個人的に。あ、個人的になんですね。荷物になるからって言って、今家の方で保管してる。ちょっと江上さん、すいません、大変お待たせして申し訳ないんですけど、ネットで通販しました。ああ、本当助かってます。いや、通販しました。えのびさんの絵の売り上げです。お確かめください。今じゃ画伯じゃん。お疲れ様です。そうだよ、もうお金もらうからもうプロで。前一緒に路上販売させていただいたんですけど、ネットで今回初めて通販させていただいたら、もう本当に1日も立たずにもう10枚全部売れてっていう感じで、ちょっと一応中身確認していただきたいんですけど、1枚売って一応3042円で10枚なんで3万420円なんですけど、U パックで僕発送してて、それが300円1個300円ぐらいで、まあ 10個なんで3000円かで引いて、まあ2万7000円という経費化していただいて。27,420円かになります。そうですね。まずコート、冬用の。はいはい。今までもらったやつがあったんだけど、はい。3年ぐらいも着込んでってね。はい。中が白なんですよ。はい。でもうだいぶもう汚れがようになって、ちょっと古着屋、はい。ちょっと回ってみようかな。綺麗好きですもんね、えのびさん。いつも綺麗にしてらっしゃいますもんね。結構コメントの中にも、今回えのびさんの絵を、まあ、通販ということで欲しかったけど、買えなかったという声もあったので、もしよかったらさらにもう10枚ぐらい通販させていただけないかなと。いいですか？はいはい。でまあ多分今回は、前回みたいにまあ、10個あげてもうその日のうちにバッと全部売れるみたいな、感じではないと思うんですよ、正直。ですのでまあちびりちびりと売れていくのかなっていう感じなんで、また気長に僕もどれぐらい今売れてるよとか報告に行きますので、まあ1回ちょっとまたプラス10枚、はい、通販してみてって感じで。やりましょう。いやいや、ありがとうございます。これからもえのびさんのことよろしくお願いします。っていう感じで、ちょっとやりましょう。はい。そうか。えのびさん、普段絵はここで描いてらっしゃるんですもんね。ここか。あと炊き出しの待ち時間。南門の。はいはい。ここ大体2時間とか、開いてて3時間ぐらい待つので。はい。ずっと待ってて、やくじゃくじゃって。なるほど。じゃあもう日々作品が生まれてるわけですね。そうですね。なるほど。時間は十分あるもんね。玉木さんどれぐらいホームレスしてらっしゃったんですか？路上行ったら1年半ぐらいかな。1年半ぐらいだったんですよ。うん。寮に入ってそれが1年ぐらいで。そうなんですね。自分で生活保護受けるようになったのは2年半。そうなんですね。で路上。最初はあれか。寮に入って、実績作って、それでアパート。エノビさんの兄貴的存在ってことですよね。なるほど。お会いできて嬉しいですね。エノビさん、凶暴なエノビさんに。ちょっと切れるとね。そうですよね、結構。あんまり YouTube の中で出てきてないですけど、かなり凶暴なお話が。別に何ともなければ何ともないですよね。普通に接してれば、普通に接して路上生活者は、普通には接せられない人間も結構多い。すぐ絡んできたりとかね。絡んでくる。あ、そうなんです。何もすぐ絡んでくる。この前もほら、これを持ってね、これ持って、これここで座ってやれと言ってたから。ええ。あ、ホームレスの方なんですか。ホームレスが多いんです。それとかやっぱりちょっと気に食わないことがあったりすると他の人間になったんです。ええ。ここでやってたからなんか気に入らないみたいな感じだったんです。そうなんですね。もっと勝手に支え合っているのかなってイメージなんですけど、そんなことないですね。ホームレスは基本的にみんな一人ですよ。そういう意味ではお二人はあれですね、いまだにこの関係が続いてるっていうのすごいいいですね。お互いのことそんな干渉はしないから。私はクリスチャンだけど、彼は別にクリスチャンにこうやって一切信仰的な話もしないし。ネットの方にも上げてもらって、それもありがたく完売がなりました。その件に対してちょっとお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。で、今度またさらに50枚ぐらいやろうかということになりましたので、もしよろしければ、よろしく。今日はどうもありがとうございました。めちゃくちゃかしこまってるじゃないですか。まあそうですよね、慣れないですよね、これ。まあわかんないと本当に10枚ポンと上げて4つすると、まあ1枚2枚はパパッと売れるかもしれないですけど、あと8枚は、まあ、向こう5年売れないとかもあるかもしれないです。いやいや、でも本当とりあえず10枚売れてよかったです。本当に素晴らしい。本当にでも素晴らしいっていう、額に入れて写真を送ってくれた方とかも、まあお見せしましたけどとかもいたりしましたんで、はい、気長に様子見てみましょう。また僕の方でアップしておきますんで、はい。あれ例のあれやりますね。えあと無茶レル言ってくれますか。はい、行きましょう。はい、アットホームチャンネルうまくなってる